こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。晩ご飯作るよ。まずはね、副菜のジャーマンポテサラからね。じゃがいもは一口大に切って、水にさらしとくよ。でね、ベーコンは細切りです。まあ大きくてもいいよ、切り方はどうでもね。で、玉ねぎは薄切りです。そしたらね、じゃがいもの水気をさーっと切って、もう適当で大丈夫お鍋に入れるでしょう。で、ベーコンも入れるよ。でさ、私はストーブで作ってるけど、ストーブがなかったら、ちょっとなんていうのかな、密閉率の高い鍋、気密性のある鍋で作るとね、大丈夫。それか、じゃがいもだけチンして、これ、ベーコンを炒めるとかね。でもね、気密性の高い鍋で作れば大丈夫だよ。でね、塩とオリーブオイルを入れたら、ざっくり混ぜて、中火にかけるよ。そしたらさ、蒸気が出てきてるでしょう。ね、蒸気が出てきたら一旦蓋を開けて、そこの方からね、ざっくり混ぜる。ざっくりでいいよ。そしたら蓋をして、弱火に落として10分です。10分経ったら火を止めるよ。でね、マッシャーで潰す。じゃがいもがベーコンの旨味を吸ってめちゃくちゃ美味しい。で、ベーコンがないときはウインナーでもいいしね。で、玉ねぎを入れたらざっくり混ぜる。玉ねぎには余熱で火が入るからね。で、このまま粗熱を取るよ。で、きゅうりね、これね、昨日使い終わったね、もらったきゅうり、めちゃくちゃ立派なきゅうりだった。これを薄切りです。そしたら軽く塩もみするよ。で、粗熱が取れたらね、きゅうりの水気をしっかり絞る。結構ね、水気が出るからね。で、粒マスタードと、これね、マヨネーズは使わないんだけど、ほんとね、じゃがいもがベーコンの旨味を吸ってくれて、めちゃくちゃ美味しいです。でさ、気持ちこう、焼き目がつくけど、その焼き目がまた香ばしくてね、たまらんよ。で、全体をしっかりあえて、これでジャーマンポテサラの出来上がりです。ねね、油揚げはキッチンペーパーで挟んで、ズボラ油抜きね。で、お味噌汁はね、油揚げとお弁当の残りのさ、人参のおかか炒め、それとね、後入れで小松菜。そう、昨日私さ、なんか話そうとして忘れちゃったっつったでしょう。あれね、後から思い出したんだけど、私さ、今まで水切りをするときにさ、
ジョージジェンセンのティータオルを使ってたのね。それもまあいいっていうのを聞いてさ、まあ、使ってたわけよね、何年か。でももうボロになってきたし、今回さ、すごい口コミが良かったあっちこっち水切りマットっていうのをね、新たに買い替えたの。そしたらね、ジョージ前線よりね、ものすごく良かった。もう吸水率も抜群だし、乾きもね、速乾性があってすごい。そしてさ、その水切りマットがあまりにも良かったもんだから感動しちゃって、今度はね、あっちこっち水切り、あ、じゃあ、あっちこっち布巾っていうのを買ってみたの。そしたらまたこの布巾のいいこと、もうね、水切りマット以上に感動した。拭き残りをね、なんていうの、私いつもさ、あのアルコールで、あのあれよ、パストリーゼでさ、テーブルとかも全部拭くんだけど、ガラステーブルってどうしてもさ、拭き残りが筋ができたりするんだけど、それもないし、吸水性もものすごくいいしね、めちゃくちゃ感動して、また追加で2枚ポチっちゃいました。もうね、すごい良かった。もうおすすめ。あの水切りのさ、マット、ほんで、そのあっちこっち水切りマットもちゃんと洗濯機でザブザブ洗えてさ、何回も使えるし、めちゃくちゃ吸水性も速乾性もあるからね、優秀でした。めちゃおすすめです。これが喋りたかったのに、あの時吹っ飛んだのよね。でね、これ親子丼は下味をつけてね、このね、下味をつけるとまた旨味がね、倍増するから。そしてしっかり焼き付ける。もうね、全体に焼き目がつくようにさ、しっかりね、この焼き目とした味はね、肝心です。このぐらいのね、焼き色が理想。そしてこのシリコン調理スプーンが、あの初代のニトリのシリコン調理スプーンなんだけど、形がさ、鍋にしっかりフィットして、めちゃくちゃ使いやすいのよ。今回新たに購入したのちょっとね、残念だったけどね、やっぱこれ一番良かった。で、分量これです。なんで変えたんだろうね。あの重さも、あのなんていうの、あんまりにも軽すぎてね、今回の新しい方はおもちゃみたいだった。ほんとね、初代の調理スプーンはすごく使いやすい、無印より使いやすくて、私ずっと使ってたもんね。ねえ、これがね、またどっかどこかの店舗で売れ残っててあったらめちゃくちゃ嬉しいんだけど、どげんだろうか。すごい良かったんだけどな。でね、調味料をなじませて、そしたらね、ひと煮立ちさせるよ。もう昨日はさ、病院から帰ってきたのが昼過ぎだったからね、2品しか作ってない。お味噌汁入れて3品か、うん、そんだけしか作ってないの。そしたら溶き卵を回し入れて、これはね、ごく弱火で1分。これで出来上がりです。あの一緒に入れてる油揚げが美味しいお出汁を吸ってね、すごく美味しいよ。で、材料と分量これです。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではでは、バイバイ。